全国の舞台監督演出部ドラマターグに興味をお持ちの稀有な皆様、おはようございます。舞台監督の谷澤匠です。2回目の今回はですね、前回の時間に続きまして、舞台監督が監督している他の要素ですね、安全とまた関係について見ていけたらなと思います。それではよろしくお願いします。まずはね、ざっくりと前回の復習ですね。まず舞台監督の、演出家の想像を具現化する裏方の棟梁というポジションを組織の中で確認しましたね。現状として舞台監督が技術監督を兼ねているという多いということは話しましたが、ここから組織図を書き直すとこんな感じになっています。これがまあ日本の現状というか、今、いろんな創作活動の中で、組織されている組織図という感じですね。で、この各ポジションの方たちとの関わりことに、演出家との関係を単純化するために、こんな動画を見ましたね。前回はいろいろな失敗を見てからこれを見たんですが、まあ、子供がイメージした物理現象の、連鎖には想像の自由があって、そのポジションを演出家だとすると実現させるのに思いもよらない現実の壁とかがあるので、それを一緒になって解決していくのが舞台監督だよという話を、昨日したと思います。で、それでその立場で舞台監督が監督している4つの項目について見ていきました。前回は時間、安全、関係、予算の中で時間について見ていきましたね。で、皆さんが知っている時間の特徴が、作業にどう影響するかを確認するためにワークの動画を、見てもらいました。これは結果の写真ですね。で、生き埋めさんの協力を得てペーパータワーというものを通して時間を効果的に使う条件を見ました。で、少し僕的には誤算もあったんですが、ちょっと生き埋めのメンバーの、発想が豊かすぎて誤算があったんですが、まあ、演劇らしくて良かったと思います。で、これらの一見当たり前の条件がですね、実際の現場のクリエーションにどう影響しているか、作用しているかっていうのを過去の作品を通して確認しました。で、こちらも生き埋めさんに協力してもらって、天の劇という作品の立ち上げから公演が落ち着くまでを、時間を通して眺めて、まあ、こういう、これは完成形ですね。こういった完成形に至るまでにどういう作業がどんな時間軸で動いているかっていうのを見ていきました。で、それを可能にする、まあ、舞台監督の能力っていうのが、専門的な知識ではなくて広い知識と経験で、まあ、スペシャリストではなくてジェネラリストだなっていうのが僕の考えなんですが、まあ、前回の最後に紹介したことですね。で、今回はですね、時間に続いて安全について、探っていきたいと思います。で、物理的な安全ですね、簡単にイメージするには、こっちの6項目がいいなと僕思ってるんですけど、これ三菱重工の長崎造船所に掲示されていますね。立っているものは倒れる、吊っているものは落下する、高いところにあるものは落ちる、丸いものは転がる、動いているものには挟まれる、回転しているものには巻き込まれるね。これ僕が息子と遊んでいるピタゴラスイッチの説明じゃないんですけど、まあ、こういった当然の現象を慣れてしまって忘れてしまって、まあ、事故が起きるということが多いということですね。こういうものがまあ工場だったり、そういったところに掲示されています。で、劇場に戻りますと、なんで安全を最優先にするかっていうことなんですが、まずは
それというのは、まあ、自己っていうのが全てをゼロにしてしまうからですね。でどんなにいい表現が良くても、どんないい表現だったとしても、まあ、安全が守られていなかったり事故が起きてしまったりすると、まあ、意味がなくなってしまうということで、まあ、表現っていうものと安全というもののバランスを取っていくっていうのが大事になります。で、その両立を考えるということが、まあ、舞台監督ですね。で安全と表現の、まあ、幸せな関係を考えるというようなことで僕はいつも思っているんですが、まあ、ここでも時間と同じように、認識を、していきたいと思います。で安全というものが、まあ、これも相対的な価値観であるということですね。でそれをまずそこから始めていきたいと思います。で、その作品とか場所とか、まあ、条件というものをによって、まあ、安全の基準っていうものが異なってくるっていうことを知る、そこから始めて、それの外から客観的にそれを、まあ、評価していくっていうのが大切です。でこっからはですね、じゃあそれをどうやって見ていこうかということで、まあ、実際の作品、実際に行われた公演の作品を見て、その中で表現と安全がどう関係していて、成立していったかっていうのを、見ていきたいと思います。で台本の状況というものがあって、それと、まあ、実際の舞台、出来上がった舞台っていうのを見比べることで、まあ、安全とどうやって上手に付き合っていったのかなっていうのが、見えてくるといいんじゃないかなと思います。で一つ目のケースですね。これは劇団サンプルというところの、まあ、女王の器という作品です。で台本のト書きがありますね、今ここに。でこれを読んで、まあ、最初は実際の舞台がどうなるのかなっていうのを想像してみてください。でちょっと読んでみると、まあ、風の音がする、徐々に地面の下を生き物がうごめき始める、で舞台後方に亡命者がほぼ樹木のような姿で立っている、まあ、こういったト書きがありますね。こういったものをまあ舞台上に表現していくということになるんですが、じゃあ考えていきましょうか。でこれは、実際の劇場図面になりますね。でどうでしょうかね、この図面を見て、パッと見て、ああこんな舞台なのかなと想像できますかね、まあ、できる人もいるかもしれないです。でこういうのをいくつも見たり、図面と、まあ、実際の舞台っていうものをどんどん見ていくと、こういった資料から、まあ、美術家がどうやって考えてその、まあ、線を引いたのかな、こういうデザインにしたのかなとか、まあ、実現が可能なのかなとかって、そういうものが、まあ、見えてくるんですね。でそういう能力っていうのが、まあ、舞台監督が、まあ、何でしょう、積み重ねていく能力というか、手に入れてくる能力という感じになりますね。でさっきのが平面図といわれるもので、上から見た図面っていうもので、まあ、今見えているのがこれが断面図といって、横から見た図面になります。でこの2つですね、平面図と断面図っていうものを基本にして、まあ、舞台上の技術的なことは考えていくんですけど、もう大体この2つを見ると、まあ、その舞台上でどういうセットが立つのかなっていうのが想像できるようになります。でこの舞台は、まあ、巨大な布ですね、ストレッチ製の布、ストレッチというのはまあ伸びる、押し付けるとこうぐにゃーっと伸びるような布、これが舞台全面を覆っているというような舞台セットになります。写真で見ると分かりやすいと思うんですけど、まあ、キャストですね、出演者はまあ全体を覆う布の上で芝居をしていますね。で、まあ、この劇団サンプルももちろんそうなんですが、まああのまあ、演出作演出家の松井秀さんという方が、作と演出をされているんですが、まあ、その作品の中では結構その
何でしょう、舞台全体が有機的に呼吸をしているみたいな、なんかそんな世界観が多く登場しますね。でこの美術ではそれが、まあ、布で表現されているっていう感じなんですが、まあ、この時何が危ないかっていうのを想像してみてください。全体が柔らかい布で覆われている状態で芝居をする時に何が危ないか。で、まあ、大体想像ができるのがまず足元がね、まあ、ふわふわしてますね。ふわふわしてるんで、その下にあるもの不安定であったり、なんかその下に段差があったりっていうものが、分からない、上から見ても分からないので、なんかそれに対する対策が必要なんですが、まあ、人間の能力っていうものもとても優れているので、慣れる時間というものがあればそれに対処していけるんですが、つまり稽古場にその状態をどうその再現できるか、いつぐらいのタイミングでそれを、試せるかっていうのが大事になってきます。でこれは安全を考えるとだんだん時間の問題も出てくるっていうことになるんですけど、まあ、布はどのタイミングで完成して使用できればいいかとか、そういうものを、やり取りして探っていくっていう感じですね。でやらないといけないことが見えてくるってことです。で舞台後方にこの写真で言うと、頭がすごい伸びてる人が写ってると思うんですが、これが後々樹木のようになる、キャストさんですね。でこの例えばこの一人の格好を見ても、まあ、安全面の問題っていうのは分かると思うんですが、ちょっと想像してみて、ああいう大きいものをかぶった時にどうなるかなっていうのを想像してみると分かると思うんですけど、まあ、首がグニッつってこう痛めてしまうような感じになる危険がありますね。なのでカツラ自体はものすごく軽くしないといけない。でそういった問題に対しては、例えばベースを、演出部が作って、その装飾をスタイリストさんに任せるみたいな、そういった方法も、出てくるので、それもやり取りが必要になってきますね。安全に対するやり取りです。でこの写真はまあ同じ舞台の写真なんですが、キャストとの皆さんはですね、ほとんど舞台の、布の下に入っているという状態です。まあ、こういう演出もやりたいねというのが、まあ、もちろん稽古場で出てくるんですが、まあ、こういった時の布の強度とか、上から踏んでも大丈夫だけど下から引っ張っても大丈夫で、ロープで引く方向ですね、布を貼るために引く方向とかで、例えば下にいる人を踏んじゃわないようにはどうやって動いたらいいか、そういった問題と、まあ、表現のバランスっていうのがどん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 、作っていくと出ていくということになります。で舞台後方に、ちょっとこの写真は分かりにくいかもしれないんですが、皆さんちょっと寄ってみてみてください。後方にですね、先ほどの頭が伸びた人間が立ってるんですけど、そこから樹木が伸びています、まあ、つまりトガキの通りになっているという感じなんですが、でこれはさっきのカツラの上に、上空から吊った枝がつながって見えるように立っているという感じなんですけど、そういった位置の問題もありますね。その舞台上に置いてある樹木を上に吊り上げていって、頭が伸びていくように見せるんですが、その、伸びるように見える位置、危なくない位置とか、その樹木を吊るワイヤーの強度ですね、落ちてきたら危ない、その釣り方ですね、そういったものをですね、演出家の想像を安全に表現するために考えていくんですけど、つまりどういうことかというと、安全を考えるということは、それはつまり特殊な表現、演出家がやりたい表現っていうことを実現させるのに直結しているということになります。でちょっと2つ目のケース見てみましょうか。でこちらも同じ劇団でサンプルさんに提供していただきました。で長い遠足という作品ですね。で今またトガキ、台本のトガキというものがありますので、これを見てちょっと想像してみてください。ですね、ちょっと読んでみると、まあ、軽トラックが走ってくるっていうトガキがまず最初にありますね。で中略で、そのトラックに捕まっている登場人物たちっていうのもあります。でその荷台が開くと信夫の家、そこにはそばを食べる信夫がいる。
ね、なんかもうこのト書きを読んだだけで舞台監督はちょっと戦慄をするというかね、どうしようって思うんですけど、それを解決していくのがまた楽しいですよね。でこれはもう実際に車を使うという感じになりますね。まあただそのスタートの時点でどういう表現があるかっていうのを考えた時に、実際は車を使うっていう選択肢もありますし、作り物の車を使うっていう選択肢もありますし、もう全然違う台車みたいなのを使ってなんとかそれを表現するみたいな方向もありますし、それは様々なんですが、この時は車を使いたいということで、そちらの可能性を探っていったという感じです。でガソリンを使った普通の車っていうのを劇場に持ち込むっていうのは、まあ、可能ではあるんですが、それはとてもいろいろな制約とか、まあ、消防署に、監督をお願いしたりみたいな、そういうことも出てきますので、じゃあどうしようかなってこの時考えて、まあ、その時に、選んだ方法というのはですね、電気自動車、ね、電気自動車を使おうかなっていうアイデアが出ました。で、当時が2013年なんですけど、まあ、完全な電気自動車、電気だけで動けますよっていう自動車で、しかも軽トラックっていうのは、まあ、ほぼ1種類ぐらいしかなかったんですね。でそれを借りるってなるとですね、レンタカー屋でも貸してないしどうしようかっていうことで、まあ、いろいろな方法を探っていくうちに、まあ、この時はですね、製作さんはまずこのメーカーに連絡をしてくれまして、まあ芸術活動で使いたいっていうこと、まあ、つまり文化的な活動の支援とかですね、企業ので、あとはその電気自動車が出始めということもあるので、まあその可能性ですね、こういうふうにも使えますよっていうことを企業が、まあ、サンプルとして取りたいみたいなこともあって、その企業側が賛同してくれて、直接電気自動車の軽トラックを借りることがこの時はできました。まあ、こういう流れもね、なんかその何でしょう、演劇のいろんな人が関わっている演劇の進め方の面白いところだなと思うんですけど、そういったところから解決することもあるんですね。で、借りれたとは言っても劇場に入らなかったら意味がないので、その借りれるもののサイズと劇場の入り口のサイズ、搬入口のサイズなんかの、まあ、データの検証というものもあります。でこの時の会場はですね、昔小学校だった場所の体育館、そこを何でしょう、表現する場所として、劇場として使ってくださいというような場所だったので、つまり皆さんがよく知っている体育館の入り口みたいなところから、軽トラックが中に入るかっていうのを検証するんですね。で今ここにある写真っていうのは、実際の搬入の写真ではなくて、事前に、なんで劇場に入る前に一度下見のような段階で事前に、その車が入れられるかどうかを検証した写真になりますね。当日行って、あ、やっぱちょっと違って入らないってなると、大変なことですからね。でそのあたりを検証したりしています。で、まあ、中に入っても問題はいろいろありまして、まずその床がその車の、重さに耐えられるのかとかね、あとは実際にこの車の軌道でカーブした時に出演者だったりお客さんの安全は確保できるのかとか、そういったことの検証もありますので、実際にどれぐらいの角度で曲がれるかとかいうものを図面に落とし込んで、こうやって、検証するわけですね。で実際にそれを動かすっていうのは、前の動画でも説明した場当たりとかそういった時間になるんですが、そのためにその前提として安全を検証していくみたいなことですね。であとはですね、この時起きた問題としては、電気自動車がとても静かっていう問題が、思ってなかった問題がありまして、電気自動車が近づいてきても出演者が気づかないっていう、それぐらい静かなんですね。でこれはまあメーカーの方でもなんか同じようなことを考えている人がいたみたいで、なんと電気自動車は静かに走るモードと、ちゃんと車のような音を出して走るモードがこの時はあったんですね。それをオンにして使わせてもらいました。でこういったなんかそういう表現の中で出てくる安全に対する問題っていうのは、全てが専門的な知識から浮かび上がってくるってわけではなくて、まあ、そういったその広い知識とか経験とかいろんな複合的な要素から、浮かび上がってくるっていうものなので、
その舞台監督に必要なものというのは昨日も言いましたが、広い知識と、まあ、経験ということになってきますね。それをどんどん積み上げていくということです。で、最終的にはこんなような形状になりましたね。皆さんの想像通りですかね。ちょっと違いますかね。で、これはですね、もう荷台にあったセットが開いている状態なんですが、まあ、家が出来上がっています。で、トガキを、まあ、こういうふうに表現していこうというのが、まあ、稽古場でこう積み上げられていたということですね。で、舞台監督はね、全てのほぼ全てのポジションとその表現っていうのを、まあ、実現させるために、ね、関係を深めていくんですが、まあ、そういった関係の深め方、そのなんかうまくいくかどうかっていうものがもうそのまま作品の成功を左右しますので、そういったところは気をつけて現場の方を回していくという感じです。で、こうやって劇場に実現する表現、ここで言うと車の上に部屋があるっていうですね、こういったト書きを表現するためですね、そのためにはその場所とか人とかそういった条件によって変わります。これであればこの会場が体育館だったっていうことがよく採用したところもありますし、困った部分もありますしっていうことなんですが、まあ、そういった相対的な安全の価値っていうのをちゃんとクリアしたものだけが舞台上に載っているっていうことです。で、その何でしょう、基準を満たすっていうことが演出家の想像しているものを実現させるのに必要になってくるということなので、もちろん安全に対する考え方を、表現とバランスをとっていくっていうのも舞台監督の仕事になります。それはなぜなら演出家の想像を具現化するっていう一番大事な仕事だからですね。3つ目の作品を見てみましょうか。これはちょっと考える時間を取らないんですが、これはですね、今まで見たもの、まあ、演劇の中でも、まあ、身体表現を主体とした作品です。つまり、まあ、ダンサーさんだったりが多く登場して、その動きでその表現をしていくという感じですね。で、これは原作がある作品で、それをどう舞台上に表現していくかっていう感じなんですが、で、打ち合わせ段階ではですね、台本というより、まあ、ほとんどセリフというものはあまりなかったので、まあ、台本というよりはプロットと呼ばれるその作品を、その作品物語の筋立てがこう最後まで書かれているプロットと呼ばれるものがあるんですが、そういったものを、打ち合わせの時に見ながら、決めていったという感じになりますので、ここでは、プロットを上げておきます。で、男はタンスの引き出しを覗き込もうとする。で、そこから手が伸びてきて、あっという間に開けた引き出しは戻され、男自身も机の前に気づけば押し戻されていくっていうトガキがありますね。これはまあ説明プロットの中にありました。で、もう一個あります。そのマットは折り紙のように形を変え、ヨットの折り紙の形になるですね。で、この舞台はどんなことをやりたいかとか、こういうふうに表現できないかなっていうことを事前にその演出家から提案されて、それについてみんなで考えていくみたいな形で進んでいきました。その実現が一個の目標ということですね。で、舞台はこれも一枚の布です。ちょっと平面図で分かりにくいかもしれないですけど、床面からこう後ろの壁、今横から見た図やってます、こう下面から後ろの壁までこう一枚の布がつながっている状態ですね。だから形としてはとてもシンプルなセットになるんですけど、そういったところでやりたいっていうのが一つで、写真で見るとこんな感じですね。で、その布にシルエットとか映像とか写したり、その布を取ってこう使ったりとか、あとはもちろんト書き、さっきのプロットにあったように、これを折り紙のヨットの形みたいにできないかなっていう、なんかそういう何でしょう、まあ、演出家の想像夢ですね、そういうのを
元にして考えていきます。でやっぱり問題はもちろんこの布になってきますね。一番大きい問題というか、そのやらなければいけないことですね。で強度、例えば引っ張ったりダンサーさんが使ったりくるまったりとか、そういったことをした時にこの布が耐えられるのかどうかって言って強度ですね。であとは一回シワのケアっていうのもありますね。その一回使った布が次の公演でシワくちゃで釣られてたらやっぱり見に来た人はがっかりしますし、であと表面の滑り具合とか、それはダンサーさんの動きに関係していきます。あとはそのしなやかさ、布として使った場合のしなやかさと、例えばそれ全体の重さですね。布は軽いイメージはありますけど、やっぱりすごい量になるとものすごい重くなってくるので、まあ、それに対するどれぐらいの重さになるかとか、まあ、素材選びがつまりすごい重要になってくるということです。で、戸掛にある、家具ですね、中から手が伸びてきて、引き込まれて下から吐き出されるみたいな、そういった家具をどうやってやろうかっていうのも、まあ、少しイメージがありまして、それを基本に美術家さん考えていくんですけど、ここではですね、家具自体の骨組みを鉄骨で全部、鉄ですね、鉄製の骨組みを全部作って、その上にストレッチ製の布をかぶせるっていうような状態になっています。つまり中から中にダンサーさんが入ってこう面を押すとこう伸びて家具が動いているように見える。例えばそれが人をつかめるとか、で間が空いて体を出せるとか、そういった、形ですね。で、その前提、こういったものを前提にして、ここから動きの、考察が始まっていくので、さっきの話で言うと、稽古場にはですね、その大きい布、まあ、仮のものだとしても大きい布とそのストレッチの布を張った鉄骨の家具というものが、ないと、作り始められないというような感じになるので、それをいつ入れるかという、問題にもなってきますね。で、いつ入れるか、その入れたタイミングからそれを使った動きが検証されていって、その動きを検証する中で安全のことが考えられていくということですね。で、身体表現の場合、まあ、安全に対する価値観というのを結構柔軟にする必要が出てきます。これはなぜかというと、安全と表現の直接的な影響が大きいというか、その物理的な接触というものが常にこう人と人、人と物というものの中で、常に生まれる状況なので、そこに対して過度な安全を考えると表現ができなくなっていくし、表現を優先させていくとその物理的な事故、怪我だったりっていうのが起きてしまうっていう、その辺のバランスを考えていくっていうことです。で、この写真を見てもらっても分かる通りに、身体能力が高いっていうことは、その分その能力だったり物を使ったりっていうことでできる表現っていうのは可能性がやっぱすごい広がっていくんですね。で、それが可能性が広がる分、まあ、もちろん道具に対する負荷、例えばその鉄骨、今で言うと鉄骨でできた骨組みに対して乗ってみたりとか転がしてみたりっていう動きがどんどんその表現を稽古場で作っていく中で出てくるんですけど、それをやった時にその鉄骨が壊れてしまわないようにするとか、そういった逆の、まあ、もちろん演出家からの要望、キャストからの要望というものを安全の方にまた返していく、これは時間の時も同じ作業をしていたんですが、そういったやり取りが行われます。で、舞台監督はその表現の手段について、まあ、より出演者とその密接にやり取りをする、その演出部もそうですね、ことが増えていくっていうのが、まあ、身体表現の方にあることですね。で、演出家の想像、先ほどプロットにもあったような想像と出演者の要求、これはもっとこうしたい、もっとこうなったら面白いんじゃないかっていう要求っていうのをバランスを見ながら、さらに安全も考えていく、すごい難しい作業ではあるんですが、それを実現させるためにその積み上げていくっていうのは、まあ、舞台監督の仕事の、まあ、一つの醍醐味と言ってもいいと思います。で、ここまで表現、実際の表現ですね、出来上がったものと、
安全の関係っていうのを実際に見てきたんですけど、まあもちろん演劇だったりそういったライブパフォーマンスに関してはその、まあ、社会というものの中でやっているっていう前提がありますね。まあ、ここであれば日本の社会の中でやっているという前提があるので、もちろんその表現以前の安全という部分で、対処しなければいけないところが あります。例えば高所作業とか、先ほどの消防の申請といったものも、それは法律で決まっている部分というのがもちろんありますし、あとは最近であればその新型コロナというものが、日本中に広がったっていうことに対する、それに対する対策ですね。皆さんももし劇場に行っていたら あったと思うんですが、その消毒をしたり今まで配られていたものが配られなかったりとか、そういった対策が社会の状況に合わせて、動いていくというか発展していくというか、そういうのがあります。でこういったその安全に対する考え方ももちろん相対的なもので、まあ、それぞれの劇場、例えば僕らが活動する劇場によっても安全に対する対策は違いますし、ルールが違うということですね。であとは法律による決まりというものも日々更新変化が進んでいきます。それに対応していかなければいけない。いくら表現をしたいといってもそういった法律を守った上ではないとできない作業というものもありますので、それに対応していかなきゃいけない。で例えばその端的な例で言うとウイルスの話になりますが、例えば2020年の初めの頃に劇場で消毒をしている人っていうのはあまりいなかったと思うんですが、お客さんの方ではもしかしたらすごい気を使っている方もいらっしゃったかもしれないんですけど、今では舞台上で舞台面であったり使った小道具であったりっていうものを全て消毒して使っている。それは社会的な要求とか状況に合わせた、こちら側の対処の方法ですね。でそういうものはどんどん変わっていきます。で表現の、まあ、障害になる部分というものがないわけではないんですが、ただ社会の中でやっている舞台、ただその舞台の中に僕らは演出家が思った社会をこう作っているわけですけど、つまり入れ子構造のような形になっていて、そういった何でしょう、そういった入れ子構造自体もなんかその作品を作るというクリエーションの中ではその楽しんでいくというか、その積極的に取り入れていくというか、そういったものに前向きに取り組んでいくっていうことが、まあ、現場にで関わる際には必要かなと思います。で安全についてここまで見てきました。で次はですね、今回説明する最後の項目になります。関係についてですね。で関係というのはもちろん他のセクションのスタッフとの関係、演出家との関係、もちろん一番近い演出部との関係、舞台監督でいうと演出部との関係、出演者との関係で、まあ、全てを示すものなんですが、舞台監督は組織的な位置づけでも見たように、まあ、技術的な部門と演出的な部門の要求を両方から受ける立場ですね。でそのやり取りを一つ一つ紹介できれば、まあ、これはとてもいろいろなエピソードだったり話があるのでいいんですが、まあちょっと今回はその時間がないので、その経験はまあ現場の方にもし来ていただけたら楽しみにしてもらって、で舞台監督が有機的に機能する、まあ何でしょう、クリエーションの方にちゃんと関われるために、まあ、誰かとの線を結ぶという関係よりも、まあ、全体に浸透する、まあ、触媒のような存在の仕方の方がいいのではないかと、まあ、僕は日頃考えているんですが、まあ、そこで今回の部門ではですね、舞台監督、演出部、してドラマターブというものが同じグループに入っています。でドラマターブというものの説明はまあ別の動画でされていますので、そちらを見ていただきたいと思うんですが、まあ、全体に浸透する存在、触媒的な存在、まあ、存在の仕方というのは、これはまさにドラマターブの存在の仕方と同じだと思います。で組織図で見るとこんなイメージですね。
ドラマ感、まあ、どこかに線を結んで存在するというよりはその作っている人たち全体の中にいる、どこともつながれるというか。で、その存在の仕方をですね、まあ、ドラマタグの方で、話されている長嶋さんの言葉を借りるとですね、まあ、荷物を持たずに作品に関わる人という言い方なんですが、これはとてもその存在を的確に表していて、で技術的な作業に責任を負わないということで作品の本質の方に、触れることができる、そんな立場です。でなんで毎日が引っ越しのようにですね、今まで説明したみたいにもう毎日引っ越ししてるみたいに大荷物を抱えている舞台監督とその荷物を持たないドラマターグに共通点があるかというと、これをまあ資料で説明するっていうのはとても僕の主観的なものになってしまうので、ここでは僕と長嶋さんの対談という形でそれを覗いてみてください。でどう人と関わり、まあ、作品と関わってどのような影響を作品に及ぼすかとか、そういうことに触れてもらえるといいと思います。どうぞ。まずこうお聞きしたいというか、その僕が感じていることとか、なんかそういうのの話なんですけど、その演出家さんとのその距離感というのも違うんですが、まあ、関係性ですね。で僕がまあ他のことでも説明しているんですが、例えば子供と遊んでいる時に子供が想像をしてそのこうしたいっていう想像を形にする時にちょっとずつこう実現させる、現実に近づけるみたいな作業をするという意味でその舞台監督がその父親的な役割を果たすことが多いなというのがありまして、まあ、その上下関係とかそういうことではなくて演出家と舞台監督の関係でそういうのをイメージする場合があるんですけど、そのドラマターグとしてその演出家となんかそういった関係のイメージみたいなっていうのはありますか？そうですね、舞台監督って父親なんですねそういう意味で、うん、いや面白い。ドラマターグは僕はすごく明確な理想があって、結構幼なじみ、同い年でなんか結構共有してんだけど、その後進んだ道はすごい違っちゃってて、はいはい、だから専門的なところではかなりかけ離れてるんだけど、うんうん、役割とかねかけ離れてんだけど、なんかこういろんなこと話し合えたり、仕事じゃない話ができるような、なるほど、はい、うん、はい、なんかそういう感じで幼馴染とかね、だから小中学校までの友達みたいな真面目な話もできるけどなんかそこからそれてもいけるみたいな、うん、あれなんですね、そうですね、理想としてはね、うん、理想としてはそういう感じありますね。ああなるほど、わかります。演出家に見せてみるみたいな、なんかその何でしょう、その関わり方ってすごい僕好きというか演出家に直接こういうことにしませんかとか、こういう技術を使ってやってみるのはどうですかみたいのを言うの もちろんあるはあるんですけど、やってみせるみたいな、すごい単純な話で見ると、例えば役者に風船を割らせてみるみたいな、なんかそういったことがその作品全体にどう影響するかなみたいのをこう見たり、それをやったことで全然違う、もちろん役者さんもそうだし全然違う照明さんとか音響さんとかっていうのが何かをそれにこう乗っけてきたりみたいな、なんかそういうこう積み重なれ方、全てが演出家のこうイメージ通りということではなくて、なんかそこにこう
例えば水面だったとしたら石を投げるみたいな、なんかそういう影響のさせ方っていうのをとても楽しいなと思うんですけど、なんかそういった部分っていうのはやっぱありますかね。ね、面白いですね。なんかこう水に何か投げ込むイメージなんですね。よくわかるし、僕結構やっぱりなんかパス回しみたいなことを考えちゃって、サッカーでも何でもいいんだけど、だから誰からなんか来たボールをどこへ投げるかっていうことは結構考えていて、それでなんかこれは照明さんに投げとこうとかね、なんかあっちで出てきて転がった球をこれは演出家に戻しとこうとか、そういうことは結構考えて、あ、すごい面白いイメージですね。で、誰かがシュートを打てばよくて、僕自分では逆に言うと打たないし、打っちゃダメだし、自分でボール持って出てっちゃうとわけがないからまあやめろって話になるので、だから自分ではそうはしないんですけど、やっぱりどういう球を、はいはい、いつ拾うタイム判断をして、でそれをいつ誰に渡すかっていう、その判断はすごくしてると思います。今の日本のその一般的な作り方でもドラマタグっていうクレジット自体はあまり載っていないんですけど、そういう動きをしている人というかが絶対にいて、僕はその部分をもう少しこうちゃんとみんな認識したら面白くなるというか、よりその部分の力をこう引き出せるんじゃないかなと思って、僕が現場でその稽古場日誌っていう僕書いてて、そこには普通の日誌みたいにこうやったことは書いてあるんですけど、各セクションへのなんかこう要望を普通あんまちょっとこれ直接言えばいいじゃんってことも一応全部書くんですよ。で他の人の目にちょっとわざと触れるというか、演出家の、出演者に対する要望とかも必要ないかもしれないけど、そこに書いてこういう理由でこうしたいからこうなってますみたい なんかそういうこととかも書いて、なんかそういうのをこう配ると意外とみんなこう全部に目を通して、照明の問題なんだけどそういうことを考えてこういうことするんだったらこっちでもできることがあるんじゃないかみたいな、ポッとなんか出たりするんです。なんかそれにすごいこうすごい、近いというか、いや素晴らしいと思います。僕 そこまで紙でっていうかそういうふうにはやったことないけど、でもちょっと近いことはやっぱ必要だと思ってやってる気がします、なんかだから、あるどこかで何か困ってることが起こってるんだけど、それがもうちょっと広く伝われば誰かがきっと何か思いついたりするはずなんだけど、だけどそこが例えば演出家とそのね誰かとの間だけでなってる場合に、それはね、だから横に出しないけどパスの話じゃないですけど、裏からね、なんかラグビーみたいにアーチ出しちゃうみたいなのが、そうああいうやり取りを見てると、やっぱドラマターグっていう実は必要というか、必要というか絶対に存在してるんですよ、その名前がなくて。そうさっきもねおっしゃってましたけど、クレジットなくても昔からの例えば劇団で、照明さんが実はいつも組んでる照明さんがそういう役割やってるとか、俳優の一人がそういう役割やってるとか、いますよね。そうなんですよね、ドラマタグとかっていうポジションを絶対に浸透させたいというか、認識をした方が、浸透はしてるもう。そうですね、自覚されてないから自覚した方が、自覚した方がいい。そのあなたがやってるその演出家との雑談ってめちゃくちゃ大事なことですよみたいな、なんかそれはもう言っていかないとなぁと、見えないけど見えるようにしたいというか思います ね。武漢さんもドラマタグも
結果的には作品からほとんど見えないですもんね。そうですね、それが幸せですね、うん、そうそう居心地いい居心地がいいだけど出した方がいいですね、こういう裏で何やってるかはね。そうですね、出した方がいい。あのなりたいと思った人が勉強する機会がなさすぎるし、うん、今、うん、作品見ても分かんないことなので、うん、でさらにはだからそんな仕事すら分かんないから、うん、存在すら分かんないから、そうですね、なりたいと思う人すら出てこないクレジットすらされてないみたいな。ちゃんとそれをやってる人がいるんだよっていうのはやっぱり、そうですね、面白い仕事だし、うまくちゃんとできれば本当面白い仕事だし、いや本当にそこが見えなすぎるのがね。どうでしょうか、ドラマターンも舞台監督も上演されている作品だけを見て、まあ、動画の中にもあるかと思いますが、その存在をお客さんが感じるということはあまりありません。でもそれが逆にこれらのポジションの存在している、まあ、意味とも言えると思います。で、見えないけどそこにいる。で、その立場から全てのスタッフ、出演者、もしくは観客までですね、で全ての周りに浸透している、浸透することができる。で、そうあることが作品の質を上げることにつながります。で、舞台監督の実際というものを目撃するには現場に来てもらうしかありません。でもこの動画がその機会が訪れるきっかけになってくれたらと思います。で、次回の動画は何回も出てきましたね、ついに演出部について説明したいと思います。では。